始まりました。始まりましたね。今日はですね、はいはいはい、大人のキーチャンネルの時間です。なるほど。木戸さんって普段どういう女性がタイプとかって、ああなるほどね、はい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 。よくね、あのギャルとか好きそうだよねとか、ああでもイメージめっちゃ言われる、あそう、あやっぱあんだ。結構ありますよ。あそう。はい。全然好きじゃない俺。はい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 。うん。へえ。だからそのなんだろう、あの図書館とかでバイトしてる子とか、はい、カフェとかでバイトしてる子が好き。具体的ですね。うん。あと保育士さんとか。ああもう代表格。うん、まあノーメイクで仕事してるぐらいな感じの人の方が俺惹かれちゃうかな。飾らない方が。飾らない方が。はい、ありがとうございます。うん、ちなみにそういう好きな女性だったりを想像しながら、うん、一人ですることとかあるんですか。全然あるよ。ああそう。あるあるある。一人でしないやつなんて俺いないと思ってるから男で。ああなるほど。うん。格好つけでしょそんなの。ああ俺してないでって透かしてるみたいな。透かしてるしてるでしょ。まあ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 。いやしてないやつなんかいないでしょ。まあまあまあそのしてる方が。だって AV だったりとかいろんなものがもう世の中にありあふれてるわけだから、まあ、それで言うとこういうのがいいとかいろんなこう趣味があるじゃん。俺は助教師なんとかかんとかとか。ああはいはいはい。ナースがなんかどうのこうのって3人ぐらいでドーンってやられてどうのこうのとか、まあまあまあ、そういうのあるじゃん、はい、全然興味ない、だってナースじゃないし OL じゃないとまあ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 そうなんですけど、ね、俺はリアルを見たいわけ、はいはいはい、ね、じゃあ AV に出てるこの女の子、はいはい、初めて出る時多分緊張もするだろうし、はいはい、いろいろあるよね。じゃあなんでこの AV に出ることになったかっていうことをちゃんと説明してる AV があったらめっちゃ怖い。インタビュースキップしないタイプです。あインタビュースキップするけど。あそこはするんですか。それするけど、あのもっとバックグラウンドの話。バックグラウンドがじゃあ例えばその借金ができて、はいはい、もうお金がどうしても必要でそれでどうしてもそれで働かなきゃいけない、でも AV それで AV 私選びました、はいはい、って言われたらちょっと興奮するかもしれない。素人物が好きってことじゃないですか。それは違うんですか。素人物が好き、まあ、AV 女優物でもいいんだけど、女優物のデビュー作品以外面白くない。2作品目3作品目とかを、はいはい、同じ女優で見たりとかはしないかな。面白くない。なるほど。結構でも男子だとなんか好きな女優誰みたいなので、俺この女優よく見るんだよねみたいな。ああまあそうかそうかそうか、そういう人、まあそうかそうか。あんま興味ないかな。だからあと、うん、入れ墨してるとか、はい、整形とかもダメだから俺。はあ。包茎もダメだし。はいはいはい。これはもう木戸個人の意見です。俺ダメなのよ。はいはい、はい。そう。ナチュラル。そう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 。ナチュラルがやっぱ好き。だからやっぱつながるよね。うん、だそういう風な派手な子ってまあやりがちじゃん。まあまあまあ。あれ、いらなくない？それこそ俺ね、ぺったんこでも全然いいの。はいはい。包茎なんてする必要全くない。うん、そのままで体で全然いい。出演してくれ、それで勝負してくれと思っちゃう。なるほど。全然いい。だって偽の父、はいはい、こうやってやるんだったら俺もうぺったんこの方がいいわ。うん、まあこれもね人それぞれあるかもしれない。まあ、それで ね悩みを持ってて、はいはい、コンプレックスでどうしてもやりたいっていう人もいるだろうけど、はい、あくまでも木戸個人の意見です。そう、はい、でだからそうそう、それで言うならだからその AV とかじゃなくて俺ね映画、映画がめっちゃ興奮する。どういうことですか。映画のワンシーンってことですか。そう、あの、女優が脱ぐ系、濡れるシーンというか。そうそう、今まで普通に脱がないでいろんな映画とかこう出てたのに急にパッとこの映画でパッとドキドキしちゃう。あー、ギャップというか、あ意外性というか。そう、はいはい、それがサブスクとかで見れるようになるってやったらもう速攻で見るね。うわこれめっちゃ興奮するわ。あー、そうそう、それでじゃあ俺ね、はい、あのフィリピンの映画サブスクでこうやって見てたら、はい、めっちゃ可愛い女優がいたの、はいはい、ね、そのめっちゃ可愛い女優がいて、うわめちゃタイプだと。俺フィリピン顔好きなんだけど。ああそうですか。そう、うわめっちゃ可愛いと思って、はいはい、購入して買ってみたんだけど、はい、めちゃくちゃお金がない山奥の貧乏な家庭の子たちだったのね。ああなるほどなるほど。子たちの話だったの、はいはい、でお兄ちゃんがいて、はいはい、その子がいて、でお姉さんもいるのかな、はいはい、でまあで弟もまだちっちゃい子供、あの弟もいて、はいはい、でこの子たちを食わせなきゃいけない。でもお金がない。うん、じゃあどうしようってバーって なってた時にお姉さんが娼婦をしてるわけよ。ああなるほどなるほど。そう、その山で、うんうん、山で娼婦をしてる、はい、でこれで稼がなきゃいけないみたいな感じだったの、はい、バーってやっててお姉さんのそういうシーンもあったりとかして、はいはいはい、おおと思いながら。でこの子は
脱ぐのかな脱がないのかなってこう思う、はい、思うわけじゃん、はい、でこうやってこうやってまあ見てるね、男なんかみんなそうやって見てるわけでこうやって見てて、そしたらこの子もやることになったと。あ、なるほど。その仕事を、はいはい、もうどうしてもお金がないからって言って、はいはい、でもうほんと食べるものもなくて服もボロボロ、はい、私なんかがこんなのことできるのかしらぐらいな感じの、あー、なるほど、顔めっちゃ可愛いんだよ、はいはい、ね、もうボロボロでこうやって、あー、もうお金がなくてどの子のって言って、お兄さん、お兄ちゃんとかもほんとやらせたくないけど、まあ、はい、生活のために、もう生活のためにみたいな感じで、でその妹がね、その初めてのお客がこう来て、はいはい、ね、シャーッと開けてバーッて来て、ね、ああそうなんだ、君のなんとかね、そのお金渡して、はいはい、でこうやってやって、その子がこうやって、でその子、あ、もう、もう私も初めてですって言って、はいはい、バーッてこのボロボロの服をバーッて脱いだ瞬間にめっちゃ豊胸の父だったの。ああ、おーいってんなことあるかい、台無しも台無し、思わない、なんでそんな金ねえのに補強してんだバカか、その金で家族やしない、その金と、そのからお金で小学生たちどんだけ飯食えんだと思ったらバカかと思って、何に面白くなったもん、それすぐ消したわ、ガンナエです、ガンナエピューン元気なく元気なく、もうはぁと思った俺、それそれはちょっと切れます、映画にムカついたというか、俺も監督にムカついたね選ぶなよそんな女優と思って、確かに顔めっちゃ可愛いんだよ、はいはい、もうもうもう、もう抜群美人、はいはいはい、バイーンキャスティングミス、ピューンバイーンピューンバカ野郎が金かけぜ最近さ、はい、AI の AV あるでしょ。あるっすね。ちょっとまあちょいちょい問題にはなってますけど、まあまあ、あ、そうなの、問題になってるの。1点はそもそも学習した元がいるんで、それのその人に寄っちゃう可能性があって、ほぼその人みたいなのができちゃうっていう可能性がある、っていうのと、あと意図的に他の人と顔をすり替えてるっていうのも、あ、なんかこの、うわ可愛いって思ったけど、ん、あ、AI かみたいなこと結構あるの。あ、でもあるですよ、ね、ファンザとか見てて AI だと分かった瞬間ピューンだよ、俺は。ああ、もう AI で抜けない。いや、無理無理、絶対無理な、あ、俺だからあれなのよ、あの漫画、はい、エロ漫画、はい、もう無理だった、はい、中学生の頃から。え、じゃあ二次元のそもそも無理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 、ダメなんだってさ、なんか二次元でこうプリンってこうやってね、父こう出てるけど、はい、おっさんがこう書いてんだとか思ったらもう、はい、全然興奮しない。おっさんが描いた曲線かとか思ったらもう、あ、ダメだ、うわーっと思っちゃう。背景情報がね、うん、映像じゃないとやっぱ、何にも面白くないかな。意外と絵の漫画ってそのめちゃくちゃ可愛い作家さんが描いてる場合はあるんですね、たまに。それちょっと教えてそれはいいですかそれはいいですか。それなんか自分の描いてるっぽいじゃん。あ、そうそうそう、そうかもしれない。自分のこと資料にしてる人とかもいます。なるほどね。それ紹介してという感じで大人のフルトークでした。いかがでしたか。いかがもクソもない。いかがわしいだけです。いかがわしいだろ。なんか最近いいね。ちょっとそうね、まあまあまあ、でもまあその女優さんもっといっぱいね脱いでほしいね。いや、それお願いしますって、うん、じゃあだってさ、有名なさって今をときめく有名女優とか、はいはい、とかが次の映画でバスト解禁ってなったらめっちゃ興奮するでしょ。まあまあまあ、見るでしょ、まず絶対、まあ、絶対見ます、絶対見るでしょっていう話よ。なるほど、興奮するでしょ。そのうわ見てってなるじゃん。まあまあ確かに、それが一番、俺は一番興奮する。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。もしこの後僕がバンジーを飛ぶことになったとするのならば、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いいたします。5、4、3、2、1、バンジー、ゴーゴーゴー、うわー、うわー